あとあれは、はいのいや、めちゃめちゃ興味あるんですよ、でも実際、なんかいや、全く興味なかったんですよ、本当は政治に。僕、生まれて初めて選挙行ったのエモンさんがあの都知事、立候補しただけあったじゃないですか、あれは、あれは、モン新党っていうのを書いて、俺のポスターを貼ってただけだから、そうなんですか、あれ面白いでしょ、だからそうやって誤解する人いるって。めっちゃ誤解されてるます 出てないよ。その時に初めて行って、でもなんか、結局、小池ゆり子とオカンみたいに言ってたじゃないですか。うわ、結局、なんか、大人に勝てねえな、みたいな、なんか思っちゃったんですよ。NHK 党ってね、面白い党があって、あの人やっぱ頭いいんだよ。はいはいはい。俺最初すっげえ色物だと思ってた意外とまともで、よく対談してますよ。対談すればするほど、頭いいなと思って。はいはいはい。 あの、ある意味えげつないんだけど、カルトじゃないし、陰謀論も言わないし、てか、そういう陰謀論とかにも組みしないし、そういう、なんか例えば賛成党っていう党が1議席今回取ったんだけど、そこなんかはもうそういうのばっかなっけ。陰謀論とか、なんか反ワクチンとか、なんかいろいろあるじゃん。ああいうのばっかな。んそういうのから票をすごい集めてて、本当の目的は別にあんじゃないかっていう、って思う。 しちゃうぐらいそのなんか情弱の頭弱そうな人たちをいっぱい集めてるなと思って NHK と割と投票してる人たちは割と頭のいいインテリの人多いのよガーシーで議席取れんだから100万人オーバーの YouTuber みんな取れんじゃねえか結局僕出た方がいいと思いますいや、絶対出た方がいいだってさ、別にさめくられて困ることないじゃんはいはい、ないもないですそうなんだよだから政治家の人って一番問題なのは なんかわかんないけど、不倫をしてますとか、そういうのに叩かれるじゃん。はい、よくわかんない、はい、どうでもいいことって叩かれてるじゃん。はい、俺からしたらね。選挙出たら、俺は相当取ると思うし、あと、何が言いたいかっていうと、はい、NHK 党の戦略って今、はい、今度、今度衆議院議員選挙が2、3年後にあるわけですよ。はいはい、そしたら、ブロックがあって、南関東ブロックとか、近畿ブロックとかあるんですよ。そこで比例代表で、比例は NHK 党に ってやって上位名簿上位にいたら受かるんですよ。ネット投票とか始まるって言ってた。ネット投票はまだないと思うけど。あったらマジでめっちゃ得意ですよね。うん。普通に議員になれると思う。なりたいですけど怒られますかね。僕海外に基本いるんで。全然大丈夫。ガンガンシーも大丈夫だから。確かにもう NHK とはそういうやつらみたいな。そう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 いうやつらねあの面白いよねみたいな感じになってでも実際に。はい。 たぶん10人とか国会議員いると、本当に議案とか出せるし、公約を実現できるから、そうすると言ってることあいつやってくれんじゃんみたいな感じになって、はいはい、あとね、YouTube 広告が聞くんですよ。YouTube 広告ってさ、あれ、エリアごとに出せるでしょ。出せます。うん。だからこの間なんか春日部市の市議会議員選挙かなんかに NHK 党のしはい、はい、出たのよ。はいはいはい。だからも春日部市だけで流れてる CM とかがあって、まあまあ聞くのよ、それが。 だからなんかそういう戦略が打てるから、俺多分 YouTube はめっちゃ強いと思うんだよね。うん、しかもさ、選挙当日は選挙運動できないんだけどさ、はい、YouTube は削除しなくていいの。ああ、確かに。じゃあその日再生される分にはもう仕方がない。それ仕方がない。いね、前にアップロードしたやつだから仕方がないっていう中で、おじいちゃんたちとかやんないじゃん。YouTube とか。はい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 。だから、勝てんのよ。それも結構強いの。彦根市っていう、あの滋賀県の彦根市ってところの市長さんはそれで通って。 そうめっちゃ無名の新人だったんだけど YouTuber ですっつって YouTuber 師匠になりますとかって言ってずっとそれやってたら YouTube 広告はそんな売ってないと思う、えー、た,だただ普通に YouTuber として彦根市の人が見るわけよあれ今日なんか選挙だけどなんかどんな感じなのかなと思って、はい、その人しか出ないから確かにあこの人割とまともなこと言ってんじゃん じゃあこの人でいいやってなっちゃう。は,は,は,はいはいはい。うん